泉ミミズ芸者っていうので初めてこのポンスクが映画を撮ってね、あの池玲子っていうのをスカウトしたんですよ。そしたらあのもうなかなかいいから、うん、どんどん撮ってくれってことになって、スケバンっていう言葉をね助監督が街から探してきたんですよ。今こういうことが流行ってると。それならね、じゃあそれをやらせてくれたら、いや滅ばしていけって言うから、じゃあサブタイトルでスケバンブルースとのつけて、僕はもちろんそういう歌を入れようということで使ったら、このメスバチの方がだんだんいらなくなって、東映はもうスケバンで行け、スケバンで行けっていうことになって、最初はね、だそんなタイトルでなるかって言ったけど、なっちゃったというのがまあ原因です。まあ僕が監督になったらた頃からヤクザ映画が始まって、だいたいメインがヤクザ映画、それでもねヤクザ映画もね、いわゆるあの反社会的って言ったら不道徳な不良性の映画だからね、どっちそのくっついてるのもね、あのやっぱり若干不良性監督の映画で、でも笑いかエロかとその要素がついた方が、まあ、気楽に見えるっていうことはね、まあグリコのおまけみたいなもんだよ。グリコって言っても分からないけどね、まあまあおまけだから。しかしね、あのじゃあ薬剤映画とかねだけでやったらね、客は喜ばないんだよ。もう一本そのポルノチックな映画とか印象喜劇、それをつけないとやっぱり東映の客はね、満足しなかったね、庶民だから。 How did 池玲子 杉本美希 come to 東映？ You helped scout スケッコナス、ナンパ、飲み屋にいた子をね見て、あの連れてきて撮ったんですよ。プロデューサーと言ってて、で池が狙いだったけども、じゃあ隣の子もついでにということで、君女優になるかって言ったら、はいって言って、そのまままた簡単だったよ。16歳、そうそう、その時16歳で分かんなかったけどね、あとで聞いて16で驚いて、もう絶対言うなよと、18歳言うよって言って、人の留守中に入り込んででけえ面しようなんて笑わせるんじゃないよ。梅田出番を切りたかったらスケバンの私に勝ってからにしな。相手になってやるよ、来な。で杉本はそういう意味では幸運だったね。やっぱり後で考えたら、池がいなくなったらこれが教えになっちゃったから。池玲子 was the lead in the first two films and then something happened and Sugimoto became more of a star and Ike became more of a guest star. あれは Ike がいなくなったら、じゃあもうあのサンドラ・ジュリアンが来るっていうので、もうサンドラ・ジュリアンが看板になるからっていうので、杉本を主演にしたらね、杉本結構やるから。バイチョお願いします。お願いします。わかったよ。だけど子分になるからには私の命令には絶対服従だよ。で杉本でやって一本やったのかな、スッポン芸者。そして池が戻ってきた来ても、あのだからといって杉本外してね、池にするには杉本がやっぱりかわいそうだろ。だからやっぱり池はあくまでまあ出戻りだから、出戻っておくと難しいけども、だからサイドにして、それでプロデューサーは池作品と杉本作品と。もっと作ってくれって結構あの女優が多くなって、池杉本というね2人の女優を入れ、まああのプログラムピクチャーを作ろうというところだよね。あとは何でもいいと、うん、2人が出てれば。In Skeban, there's a lot more violence than in Skeban Guerrilla. It's, you know, there's the scenes where they're being tortured by the Yakuza and gang raped andYou know, there's always a scene like that. Was there some kind of special preparation for the actresses, or they didn't seem to mind? 練習を？それは練習はしないよ。いやいや、あの台本に書いてあるからね。割とみんなやれてたら素直にやったね。うん。仕事なんだから。嫌がってもね、多少嫌がってもそのやってカメラ回せばいいわけだから。それでも最初からもうそういうことなんだよってことを言ってあげるあるから。
それで必ず君は有名になるっていうことをコンコンと俺に触れて言ってやりますからね、大丈夫よ、やるやるもんだよ。最初のうちは一つのまあまあ時代風俗でねできたけども、やっぱり対立するものがさ、やっぱりドラマだから対立するものが欲しくなるとさ、そうするとやっぱり女を食い物にするような男たちっていうのがね、当時も割といたんですよ。それだってヤクザ系統だから、これにやっぱり反撃するというね構造を後半は作っていったのがね、それで女を食い物にするようなやつは男への反逆ということで、ことを後半少し色濃く出していったと。こうやって見ると男ってのは役に立たないもんだね。Most of your films have this serious anti-authority feeling to them, almost like counterculture, almost like 1960s, 1970s counterculture. Yet they're major studio films. Was that something that you put into the films? Obviously, it's in a lot of your films. What was the reason for putting that into your films? And it's interesting to me because they were very commercial films, yet also they were very anti-authoritarian. Is that something you felt the audience was looking for? まあ両方あるんじゃないか。ただ芸能っていうのはね、まあ、日本の芸能史で言えば江戸時代からつまり反権力反体制なんですよ。それがお客が喜ぶんだよ。どっかそういうものがないと、とにかくなぜ庶民はその架空の物語を欲しがるかっていうのは、やっぱりそこのカタルシスが欲しいわけだから、やっぱり抑圧からの解放と反抗だよね。まあそれからまあ各権反権力反体制っていうのは、それはもうお客もそれを欲しがってるし、まあ松竹のお客はまた別としてよ、東宝は東映のお客はその反権力反体制当然と、それは常識なんだよ。それでそれはまあ私がなぜこの映画とか大衆芸能にこだわるかっていうのは、やっぱり世の中面白くないから。そこに石を投げたいと。でそんなに君立派な映画じゃないんだから、半分遊びの映画なんだから、アミューズメント。When Ishiteruo began making his Eroguro films at Toei, there was a lot of controversy. A lot of the assistant directors didn't want to be on set, and they didn't like the fact that they had to basically act to wrangle these crowds of naked women. What was the shooting atmosphere like for Skeban? Was there any kind of controversy about the subject matter? 助監督はね、映画は見せ物ではないというね、ということで反対してるけど、俺は映画見せ物だと思ってるから、それでいいんだと。石井さんは同僚はハードじゃないから、所詮印象の世界だからさ、それはまだ固いこと言うなりと言って終わってたかな。それでも何人かはね、やっぱり石井テルを批判してね、鈴木側も批判しないっていうのはおかしいんじゃないかというのも何かいたみたいよ。ヨーロッパ文化っていうのはやっぱり音楽、宗教音楽にしろ絵画っていうのはほとんどヨーロッパだからね。だからそういう意味ではまあ僕の好みだな、趣味がどんどんと出ていったんじゃないかと思うんだよね。それで日本っていうのはその雑食文化だからね、もうアメリカがいっぱい入るし、ヨーロッパも入るし、中国も入るし、そういう意味では僕はどちらかといえばヨーロッパが好きだったからね、アメリカよりも。アメリカ映画も随分アメリカのハリウッド映画が好きだったからね、なんかそういう意味ではアメリカ映画の影響も受けてるかもしれんけども、なんていうのかな、表現の絵画的な意味ではね、やっぱりヨーロッパ文化の影響は強いという気がするね。建築とか、絵画ね、絵、音楽。考えたらアメリカ映画で結構ね、男のものあったよ。暴力教室とか、ブラックボートジャングルね、それから、理由なき反抗とかさ、ジェームス・ディーンの。だから、女のものがなかった。女のもので、女のその、女性との反逆のというのはあんまりなかったからね。これは日本のもんじゃないかな、もともと。
その頃はね、別にそのファッションについてあんまり言わなかったよ。で、今見た女の子たちはね、わあ、みんなのファッションがいいって言うんだよ。サングラス一つでもかっこいいって言うんだよね。これは30年経って今、不思議で、まあ、その当時はね、それほどのこともなかったかね、うん、それで僕の映画に出てる子はそんなにあの高校生で優等生みたいのいなかったから、ほとんど中退してるからさ、まあ言ってもあんまり遊んでる子が多かったから、だから大してそのファッションはね、あの安いお金でね、いかにかっこよくするかっていうのを本当苦労してた。みんな安いお金でかっこいいもので自分なりにコーディネートしてたね。ジーパンと上のものとスカートでも安いものでも、そういうのでその子たちのセンスかな、やっぱり、うん、やっぱり不良の子の方がかっこいい、いいものをね、うん、内容がないから外面を良くしたいってことがあるんだよ、うん、人間は。You directed four of the Skeban films、うん、and the series went on for another three. Do you know why the series was ended at Toei and why did you stop directing after number four? いや、別に終わりにする気がなかったけどね。いずれにせよね、あのもう誰か他の監督に渡したかったからも。それでまあ、ああいうのはね、あのなかなか難しいんだよ。他の人が撮ってもね、あのうまくいかないから、やっぱりやめちゃったっていうことと、まあ、スケバンみたいな映画は他にもいっぱい、ほら不良女高生とかさ、いろいろ考えられたから、まあ東映がやめちゃ、あれでやめちゃったのかな、俺のスケバンで。じゃあそうだな、関本が撮ってるんじゃないかと、うん、まあ深い理由もないよ、うん。いや、僕はね、あのそんなに映画はそんなに後世に残るもんじゃないと、そこにやっぱり映画の意義があると、だからその時代と確実に寄り添って寝てるわけですよね。それでまあ花火と一緒で、その時見た人の記憶の中に残ればいいので、たまたまあの名作じゃないか10年後20年後にさ、あの見られるってことを全く想定してるのか、想定外の出来事。しかしまあ何ていうのかね、やっぱりものを作るっていうのは、うん、面白いといえば面白いものだろうと思うね。だけどまあ人間とは何かというね、人はなぜ生きるのかとか、そういう割とものはね、あのどっかでいつも考えてたってことがあるね。うん、それでやっぱり人生は生きるに値するかということなんだよね。常にやっぱり値すると、どのような虫けらのような人生であっても